次に高井隆君、はい、高井君、はい、国民民主党無所属クラブの高井でございます。大臣には連日の激務に加えてこの予算委員会1日半本当にお疲れ様でございます。私も野党でございますのでめったに政府を褒める質疑はしないんですけれども、今日のこのテーマであります総合支援資金、これ30分この問題のみちょっとさせていただきたいと思いますが、これに関してはですね、本当に厚労大臣にはですね大変敬意と感謝を申し上げたいと思います。私も予算委員会あるいは衆議院本会議で、この延長ですね6ヶ月だったの9ヶ月なんとかしてくださいとお願いしましたところですね、延長していただきました。そのことは本当に感謝申し上げますし、またこれ、そもそもですね制度が特例貸付ということで、コロナ禍があってすぐにですね厚労省対応していただいて、そしてその審査基準がですねもう私もびっくりするぐらい大幅に緩和をされております。本当に素晴らしいことだなと。これで今まで例年1万件だった申請が150万件になっているということですから、それだけ国民の皆さんに喜ばれているということでありますし、またですね、私はこの問答集という今日テーマになりますけど、この厚労省が作っているこの審査基準を、作っている生活困窮者自立支援室、ここの担当者の方ともよくやり取りするんですけど、大変誠実にいつもご対応いただいてますし、本当に大変な激務の中でですね苦労されていると思いますが、素晴らしい職員の皆さんなんで、ぜひ大臣からもですね激励をしていただけたらというふうに思います。その上でですね、ちょっともう時間が限られているので2つ飛ばして3番目の質問からいきますけれども、この総合支援資金はですね今申し上げました通り、その問答集というですね、ものが厚労省から通知として発出されていて、で実際やるのはこれ社会福祉協議会なんですね。でもともと社会福祉協議会がやってた制度に、厚労省が乗っかって特例貸付と、ただし全額国費ですから、今までの制度は3分の1自治体負担だったのがもう全額国費なんで、厚労省の基準に従ってくださいよということなんですが、一つはですねこれ150倍に申請増えてますから、社協の皆さんも大変です。もうパンク状態。それから、ちょっと現場に聞いたらですね、やはりその人事異動とかがあって、この問答集が、徹底されて最近になって、いないような実態があるみたいなんですね。で実際私この件でツイッターにものすごくたくさん集まってるんです、声が。でそうするとですね、もう何々社協の担当者はね、いや問答集なんて知りませんよと、見たこともないですよと、もう県社協からの通知はこうなってますからというようなことを平気でおっしゃってる方が実際いるんですね。これ改めてですね、問答集をしっかり周知徹底すべきだと考えますけれども、いかがですか。社会援護局長橋本康弘君。今運用についてのお尋ねいただきました。これまで厚労省の方がお示しする Q&A に基づく運用が徹底されていない社協に対しましては、私ども方から個別に連絡をし取って、QA にお示しした取り扱いとするようにお願いをし徹底していくということでございます。で、いろいろ柔軟な取り扱いをする中でですね、そういったさまざまな職員の交代等もあるということでございます。やはり社協の方も人手が足りないということで、他部署からの応援職員が入ったりとか、あるいは退職者の再雇用等で対応していると、そういった例もあるというふうに伺っております。そういった職員の入れ替わりがあったような場合には、新しい職員の方に対しましては、この Q&A に示す取り扱いということをきちんと周知をしていただくということや、あるいは判断に迷うようなケースについては周囲がフォローすると、そういった丁寧をしていただく、丁寧な対応をしていただく必要があると思っております。これまでもそういったことは各社協において適切に対応していただいているものだろうというふうに思いますけれども、引き続き丁寧な対応を徹底していただきまして、 QA にのっとった対応、柔軟な対応というものが全国的に図られるようにお願いしてまいりたいと思っております。高井隆君。はい、本当にですね、厚労省としてはそう信じたいというところでしょうけど、やっぱり現場には、しょうがないと思うんですよ。社協もね、私前回の総務委員会の質問では社協の人増やしてくださいと、それについても前向きなというか、もう措置はされてるんですということでしたけど、でも現実にはなかなかそう簡単に社協の人を増やすって大変ですから、ただですね、これやっぱり非常に重要点なんで、改めてですね、この問答集の周知徹底というのはですね、
できれば私大臣名でね、まあ、今この生活困窮者自立支援室名で、まあ、各都道府県の局長宛にこの問答集っていうのは言ってるんですけど、まあ、あの大臣からもね、ぜひそれはね徹底してくれっていうのを一言大臣が言うだけでもね、私はあの大きく変わると思うんで、まあ、ぜひそこはお願いしたいと思います。その上でですね、まあ、これちょっと大臣にお聞きしたいんですけれども、まあ、実はこの今の都道府県によって、ね、差があるんです。実は残念ながら問答集に従えばですね、ほぼ、まあ、収入の減少していれば貸し付けますよと、あるいはそのいろんな細かいことはもう今回見なくていいですよということでですね、やってますから、多くの都道府県ではもうかなり 100% に近い承認率でですね、交付しているところもあるんですけど、しかし都道府県によってはばらつきがあって、これですね、まあ、ちょっと県名はもうあえて今日言いませんけど、まあ、いくつかの県はですね、まあ、ツイッターに集中するんですよ。だから明らかにこの県はね、うん、おそらくその徹底してないんだろうなというのが分かって、かつですね、その県の方はですね、まあ、独自の審査基準を設けてるんだと、問答集とはですね、別にですね。ただ厚労省に聞くと、いや、もう厚労省、この問答集が唯一の審査基準っていうんですけど、まあ、しかし実態にこういう独自の、ね、審査基準を設けてるようなんですけど、やはりですね、私は今回のこのコロナ禍でこの特例貸付の趣旨を考えたらですね、これやっぱり全国一律の基準でですね、しっかり統一をすると、そしてできるだけもう承認率 100% に近づくように、あまりいろんな細かいことを言うよりも、まずは本当にこれ生活保護の一歩手前のね、もうラストリゾートだと思いますんで、まあ、ぜひね、そこは大臣に、まあ、柔軟な貸し付けをね、するように、言っていただきたいと思うんですけども、いかがですか。田村厚生労働大臣。社会福祉協議会の皆様方には大変な負荷がかかっております。もう本当に現場のお声私も聞くんですが、にもかかわらず今回また最大3ヶ月の延長ということで、それをお受けをいただいたということで感謝を申し上げたいというふうに思います。今の点なんですけども、まあ、全国社会福祉協議会に聞くと都道府県で独自のものを作ったものはないというふうにおっしゃられます。で、私もですね、なるほどと思って確認を厚労省もしておるんですけども、どうなのというふうに担当に聞きましたら、一つ明確に分かってきたことはですね、都道府県によって例えば明確にこの人は対象じゃないと、例えば収入が下がってない人でありますとか、同じ生活同世代の中でもうすでに借りている人がいて2人目で、こういう人らの申請を母数に入れている県と母数に入れてない県、当然それ母数に入っているか入っているかで違ってきますので、そういう事例は確かにあるということはですね、まあ、確認した上で分かってまいりました。まあ、ただそうは言っても委員がおっしゃられるところ全くないということを私も自信持って言えないので、Q&A さらに徹底してですね、基本的にはもう収入が下がってたら借りれるということ前提になっておりますので、我々としても徹底をさせてまいりたいというふうに思います。高井隆君。はい、今大臣おっしゃったのはその母数がね、その 100% じゃなくて 70% とかいう件もあるんで、まあ、そこは私も理解します。数字上70であってもね、それはいいんですけども、やはりその審査基準を問答集とは別にですね、まあ、県独自の判断でというのがですね、まあ、私も内情を聞いたら、まあ、社協の現職の職員からもね、私ツイッターいただくんですけど、まあ、ある県なんかね、かつて不祥事があって詐欺事件があって、だから慎重なんだと、まあ、それは分からんでもないんですけど、まあ、しかし今回これね、国が全額ですから、まあ、そこはねやっぱり、まあ、でその社協の職員曰くね、大臣がもう多少ね、まあ、不正を見逃してもとは言わないけど、いや、それは言わないけど、やっぱりそういう過去そういうことがあったとしてもね、やっぱり特定の件だけが厳しくして、でこれその審査期間に関わってくるんです。その件だけね、審査期間がすごい長くて、まあ、通常ね3週間ぐらいでやってるようなんですけど、その件だけ3ヶ月かかって、でかかるだけじゃなくてもう言うそうなんですよ。今再貸し付けで、いやもううちはちょっと3ヶ月ぐらいかかります。3ヶ月先だったらね、本当にこの人たちがね、もう意味ないんですよ。だからぜひですね、そこはですね、大臣次の質問になるんですけど、やっぱりその分かりますよ、社協の職員からはね、こう制度が継ぎ足しになっちゃって、タコ足みたいな制度で、もうだから、まあ、確かに厚労省にも責任はあるんですけど、まあ、しかしそこをね、やっぱり、まあ、そこをなんとか、とにかく一日でも早く迅速化、簡素化できるようにしてくれと
いうことをね、やっぱりこれ大臣からですね、ぜひ、まあ、この場で言っていただけば私それをね皆さんにも伝えますし社協にも伝わると思いますんで、ぜひねお願いしたいんですけど、いかがですか。田村厚生労働大臣、まあ、どこの社協かっていうのは、まあ、これはいろいろありますから言えないんでしょうけども、これも確認をさせていただきました。県社協はですね、そんな3ヶ月なんて言ってないと、まあ、1月ぐらいだって言ってるっていう話ですが、まあ、いわく、まあ、場合によっては市町村の社協それぞれの中において非常にこう業務が重なるので、まあ、最大これぐらいかかるっていうバッファーを持って言ってるところがあるのかもわからないというような話であります。いずれにいたしましても、これ要するに今までやってきたことを再度この総合支援貸付って形でやりますので、今までの書類がありますから、今までよりも簡素化ができることは間違いがないので、そういう意味ではですね、しっかりとなるべく早く、まあ、お貸しをいただくということで、再度我々としてもですねお願いをさせていただきたいというふうに思います。酒井隆君。はい、まさにおっしゃる通りでして、まあまあ、そこね、ぜひ3ヶ月、まあ、ないという今の、ね、大臣答弁、重要な答弁だと思いますんで、まあ、厚労省としては、ね、やっぱり私は1ヶ月以内にはね、ぜひ、まあ、もちろんね、社協の規模によって申請件数も違うから、もう一律にはいかないのは分かりますけど、まあ、やっぱりもうできる限りそこをね、目指していただくと、まあ、ちょっとね、もう担当者によっては、なんかもう、いや、貸してやってるんだから文句言うなみたいなね、もう貸して、あなたが貸してるわけじゃない、これ、我々の税金でね、国の税金でやってるんですから、まあ、そういうことはないようにぜひお願いしたいと思いますが、まあ、今大臣からもう一つ重要な答弁いただいたんですけど、まあ、もうすでにね1回審査してるわけです、再貸付はね。だから私はね、それを利用すればよくて、余計な手続き書類なんかも求めなくていいし、ところがですね、これもまた社協によってはですね、もう再貸付だから厳しくなるんだと、まあ、返済能力とかもねよく見なきゃいけないと。まあ、分からんでもないですよ、その何ヶ月も、ね、借りてる人はよりちょっと心配だと、まあ、だけど、それはもうやっぱり厚労省の審査基準ではそうなってないんですから、やっぱりそこを、ね、もう一度徹底してほしいと思うんですけども、これ、より厳しくなるなんてことはないという理解でよろしいですか。社会援護局長、橋本康弘君。先ほど大臣から答弁いたしましたように、手続きの面で見ましたときに、やはりこれまですでに貸し付けておる方々ということもございますので、再貸し付けにあたっては申請書と、それからすでに借りている総合支援資金の借用書というのを用意いただければいいことでいたしまして、まあ、住所などに変更がなければ、これまでの貸し付けでは求めておりました住民票ですとか、通帳の写しとか、そういったものは原則不要とすると、そういった意味での簡素化というのは行うこととしております。ただ一方で、この再貸し付けということになりますと、緊急小口資金の方の20万と合わせますと、最大でまあ200万円に達するまあ貸し付け額ということになるわけでございます。したがいまして、この再貸し付けの申請にあたりまして、その債務がその方のその後の生活を逆に圧迫するということがならないようにですね、自立相談支援機関が面接等を行って、まあ、その方の生活状況によりますけれども、例えば働く意欲の強い方であれば、求職者支援制度、訓練制度の方をご案内するというケースもありましょうし、またなかなか生活再建の見通しが立たないような方であれば、生活保護制度の方をご案内するというケースもあると思います。まあ、そういったさまざまなその生活状況に応じて、きめ細かな対応というものはやはり必要でございますので、まあ、そういった丁寧な対応をさせていただきたいというふうに考えております。高井隆史君。そこをですね、やっぱり言い過ぎちゃうと、結局現場任せというか、社協の判断に委ねちゃうとですね、やっぱり社協の中でも担当者によっていろいろ心配しすぎるとキリがないと思うんですよ。だけど今回はやっぱり緊急貸付ということで、大きな方針でもってね、とにかく急いで今すぐに、救ってあげようということでね、やってるので、ぜひそこはね、柔軟にやっていただけるようにですね、シンプルに言っていただきたいなと思います。もう一つですね、これも現場の声で、これも私問答集の基準と違うと思うんですけど、もうなんか給与明細とか貯金通帳をまずチェックして、収入がいくらありますねと厳格にもう何元単位までやって、でその後じゃあ支出は何ですかと言って、もうなんか全部領収書とか取ったりしてね、家計簿を家計相談所っていうのに書かせて、でその差額分だけ
だから20万円借りれるはずなのに6万円だけ貸しますとかね、そういう細かいことを現実にやってる社協があるんですけど、私はこれは問答集に違反していると思いますけど、いかがですか。社会援護局長橋本康弘君。この特例貸付の中で、貸付の要件である収入の減少に関する確認書類につきましては、一律に給与明細を求めるというものではなくて、ご本人の申し立て書による方法を積極的に活用するですとか、あるいはその貸付の金額につきましても収入の減少幅を上限とするのじゃなくて、相談者の希望や状況等を踏まえて対応すること、そんなふうに給与の方でお示しをいたしております。ですので、こういった取扱いと異なる対応が行われているケースがあれば、私どもとしては個別にご連絡を差し上げるなどして必要な貸付が行われるように対応してまいりたいと考えております。高井隆君。はい、ぜひね、前回も個別に連絡しているということでしたので、私のもとにも山ほどそういう申し出が来てますから、ぜひそれはね、後ろに座っている桜井係長にね、ぜひ私、伝えたいと思いますから、ぜひですね、それは丁寧に改善をしていただきたいと思います。やはりしょうがないと思うんですよ。もう現実しょうがないって言っちゃいけないけど、やっぱこれだけ社協の職員がたくさんいる中で全員にね、完璧にってことはない。見つかったらだから一個一個を解決していくしかないと思いますし、あとはやっぱり県の社協にね、もうちょっと厳しくというか丁寧に言って、県の社協からちゃんと伝わってないというケースがあるんじゃないかなという感じがしておりますので、ぜひそこはしっかりお願いいたします。じゃあ次は大臣にお聞きしたいんですが、これ結構ちょっと大きな問題になってくるんですけど、今総合支援資金の返済免除ですね、これはやっぱりね、住民税非課税世帯の方には免除だとみんな思ってたんですね。ところがですね、今回、一番ちょっとがっかりしたのは、その総合支援資金については検討中だと。で、どうもいろいろな話を聞いてみると、これもわからんでもないんですけど、やっぱり10年ですから、やっぱり一発目で住民税非課税世帯でも途中から回復した方はね、やっぱり返してもらおうということで、毎年判断するみたいな、ちょっとことを検討されてるんじゃないかと思うんですが、これ2つ問題があってですね、1つは、そうしちゃうとですね、じゃあもうずっと住民税非課税世帯のままでいようと、あんまりもう働くインセンティブが湧かないですよね。だからそれは制度としていかがなものかと。あとはですね、これ社協の負担がものすごく、やっぱりだから全国の社協からもね、連名でもうぜひもう一括返済としてほしいと、あと課税対象とすべきじゃないという至極真っ当なね、提案が来てます。これ多分ね、財務省がね、いやそんなのダメだみたいに言ってるんだと思うんですけど、これはね、ぜひ大臣の決断で、財務省もね、麻生大臣が言ってるならしょうがないけど、多分麻生大臣そんなこと言えませんよ。もう財務省のね、主計官ぐらいが言ってるんですから。これはね、もうね、これ6000億ですけどね、私これね、倍ぐらいになったっていいと思いますよ。もう、これだって本当ね、もう生きるか死ぬかの、まさにコロナっていうのはもう何十年、ひょっとしたら100年に一度のね、今厳しい状況で一番生活で困ってて、なかなかやっぱり生活保護にはね、抵抗があるのも現実で、そういう方々が本当に、生活保護制度を抜本的に変えるのもが大事だと思いますけど、でもそうなってない以上はここでしのぐしかないんですよ。ぜひこれね、大臣ご検討お願いします。田村厚生労働大臣。もうご承知の通り、緊急小口資金総合支援に、資金、総合資金貸付、これに関してはですね、大元は償還時に、収入が下がって、でその上で住民税非課税の方、こういう方々に関してはやっぱりその生活いろいろと勘案した中できめ細かい対応しなきゃいけませんから、償還を免除するというような、一応そういうことになっているんですが、言われた通りですね、全国社会福祉協議会、地区社協も含めてですね、もうこれ大変だと、対応がというようなお話もお聞きをいたしまして、そこで緊急小口資金の方に関しましては、もう令和3年または令和4年で住民税非課税、世帯主と借りた方、これがもう住民税非課税、この合わせて住民税非課税であるならば、これはもう償還免除、一括免除にしますということにさせていただきました。ただこの総合資金貸付の方はですね、何分金額がかなり張ってきております。で、確かに社会福祉協議会の皆様方は、これ償還時っていうと、もう毎度毎度来る中で大変だっていうお声もお聞かせをいただいております。ちょっとここはどうして
するのが一番いいのか、実は我々も今頭を抱えているところでございまして、今どうすべきか検討させていただいておりますが、一方で、まあ、債務免除益に対する課税、これは歴然としてあるわけでございまして、これに関しては申し訳ございません、厚生労働省がこれやるべきだと言っても他のものに全部関わってくる話でございますので、そう簡単ではございませんでして、これのみという話ではございませんので、若干そこはちょっと厚生労働省としてはなかなか手出しができないという中において、なるべくご負担をないような形で、つまり返済できるような形で返済いただく方法というものはどうあるべきかというのを早急に考えさせていただきたいというふうに思っております。高井隆君、はい、先ほどから大臣ですね、答弁書を見ずにですね、もうすらすら答えられるんで、いや本気でねこの制度のことを考えていただいている立派だなと感心していました。これですね、ぜひ難しい課題なのは分かりますが、一方でですね、やはりもうここが決まらないとって、もう本当に一日でも早く、もうね、いつまでって今日聞いてくださいって言われてるんですけど、おそらく聞いても答えれないので、もう聞きませんが、しかしそれだけ切実にですね、要望がありますので、ぜひここはもう早急に、しかもいい形でですね、ご検討いただきたいと思います。それでは次の質問ですが、これもですね、これ意見、ツイッター上ではですね、結構意見分かれるんです。というか、やっぱりもっと貸してほしいと、9ヶ月じゃなくて12ヶ月してほしいという声はものすごくあります。ものすごくありますが、一方で、社協の職員の方からはですね、いやもうそれをやってしまうと、もう社協ももうこれ以上大変だし、あとはそうなったらもうやっぱり生活保護とかね、考えていかなきゃいけないというね、そういうご指摘もあります。私も分かります。ただですね、やっぱり今回のツイッター見てるとね、やっぱこのコロナだからなんですよ。今ないんですよ、今仕事が。もともと仕事はあったしできる方なんですよ。だから10年で無利子で返済なら全然できますと、やりますと。だけどあと3ヶ月足りないんですっていう人はね、現実にいると思います。そうじゃない人もいると思いますよ。残念ながらもう生活保護にね頼るしかないという人もいると思いますけど、ただね、私は結構なボリュームでね、であと返済免除じゃなくてもいいですと、自分は返済免ちゃんと返しますと、だけどあと3ヶ月貸してほしいっていう結構多くのねボリュームゾーンでそういう方いると思うんで、これね、あと3ヶ月なんとかね、増やしていただけたらですね、私は相当救われる方が、いや本当ね、もうやっぱ生活保護の制度を変えないと、やっぱ生活保護は受けたくないって人はやっぱりいるんですよ、現実に。そういう方が最後のよすがでここを頼っているので、ぜひご検討いただけないでしょう。田村厚生労働大臣、今般のこの対応ですね、本来はですね、これ、3ヶ月というのではなくて本来半年っていう話の中でやってきたわけでありますが、やはり緊急事態宣言を発令をするような感染拡大状況で再びですね、職を見つけたけれども、しかしまたこれによって職を失って結果的に生活が非常に厳しくなるというような方々もおられるであろうということで、最大3ヶ月の延長にいたしました。でこれ緊急事態宣言、終わるとはまだ決まってませんが、一応3月7日までという話でございまして、その後やはり経済も我々動かしていかなければならないと思っております。同時にですね、今もなおですね、実は先ほど介護の話が出ましたけれども、有効求人倍率が非常に高い職種もあるんですね。ですから、そういう方々も含めて、今までの仕事以外の仕事も含めて、やはりこれからはそういう意味では就労支援という意味で我々としてはですね、いろんな支援もしていく必要があるんであろうと、やはりそういう中において自立をいただくということは重要であろうというふうに思いますので、とりあえずそういう支援をさせていただくということでですね、今ここであと3ヶ月延長というのはですね、それはまた4月以降何が起こるか分かりませんけれども、ちょっとご勘弁をいただければありがたいというふうに思います。坂井隆君、私は前向きに捉えまして、今はちょっと難しいけれどもいずれね、また
3ヶ月後に、その前にはご検討いただけると。いやでも本当にそういう状況に私はやっぱりまだまだなるんじゃないかな。まあ大臣のおっしゃることも分かります。転職してね、もっと別の仕事をやってくれて、そう実際にそうやって進められても転職しないという方のね相談も聞いてますけども、ただまあね、やっぱりそこはちょっとこう机上の空論というか、そう簡単にね人はねポン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 転職できませんからね。やはりね、まあそれこそあと3ヶ月ね猶予いただいたら転職できるかもしれないし、やっぱさすがに1年仕事がなかったらね諦めもついて次の仕事探す人も出るかもしれませんから、まあぜひここはね今から3ヶ月後の延長もね議論していただきたいなと思います。でもう一つですね、私はちょっと今回残念だったのは、せっかく再延長していただいたんですけど、まあ、これ3月までに貸付が、ね、終わった人しか対象にならないということで、ちょっと、まあ、確かに緊急事態宣言に伴う措置だからという理屈は分かるんですけど、ただ現実にはです、ね、結構この制度知らなくて借り始めたが遅い人なんかはちょうど6ヶ月で返し終わるのが4月とか5月になっちゃう人も結構いるんですね。でそういう方は対象にならないとすると、やっぱそういう方々からちょっと不公平じゃないかという声があるので、ここはぜひです、ね、さっきの質問に比べればだいぶハードル下がると思うんで、4月以降の貸付についてもですね対象にしてほしいんですけど、いかがでしょうか。社会援護局長橋本康弘君。今回 の総合支援資金の再貸付ということにつきましては、従来からやっておりますこの緊急国資金等の特例貸付の申請受付期間というものが、今年の3月末までということになっているということが一つ、それから先ほど大臣から答弁いたしましたように、今回の再貸付というのは今年の1月の緊急事態宣言の発令期間等を踏まえて実施するというものであると、そういうことからこの再貸付につきましては、この令和3年3月末までに緊急小口資金と総合支援資金の貸付が終了した世帯というのを対象にしているわけでございます。で今年の4月以降の取り扱いということにつきましては、まさに感染症の状況やあるいは貸付の動向等というものを踏まえて考えていく必要があるというふうに考えております。高井隆君。はい、これも前向きに受け止めましたけど、状況を踏まえてぜひ、これは、ね、3ヶ月後の話じゃなくてもうすぐ来ることですから、ぜひ早急に、ね、結論を出していただいて、ぜひ対象にしていただきたいということを強くお願いをしておきます。それではですね、最後のもう時間最後だと思いますけど、自立支援機関の話が先ほど大臣からもありましたが、確かにね、ここと相談しながらやるというのが理想形ではあるんですが、ここもですね、社協によって、もうちゃんと面談を、ね、義務付けて、でこの自立支援機関の面談に3週間予約が待ちですとかね、そうしたらもうさっきの、ね、1ヶ月以内の審査なんて無理じゃないですか。だからここもね、やっぱりで問答集ではね、電話などの簡易なものでね、やってもいいと、書類でもいいというふうになってますから、そこもね、ぜひ徹底していただかないと、ここで社協によってバラバラだとですね、やっぱり結局最終的にその審査期間が伸びてしまって貸し付けが遅くなるという結構ボトルネックになってますので、ぜひここは徹底していただきたいと思いますが、いかがですか。社会援護局長橋本康弘君。総合支援資金の特例貸付におきましては、緊急小口資金と比べて金額的にも大きく生活支援の必要性が高いということ、それから資金の貸付だけでなくてお困りの状況を踏まえた就労支援とか家計改善支援とかそういったものも合わせてやっていくということが望ましいので、先ほど私も丁寧な対応させていただくというふうに申し上げましたが、そういった自立相談支援機関による支援というものも大事なわけでございます。ただ今委員からご指摘ございましたように、この支援のやり方につきましては必ずしも自立相談支援機関にかかる個別支援計画の作成までを求めるものではなくて、電話などの簡易な支援であっても差し支えないということ、それから自立相談支援機関における面談等にありましては、私どもの方で新たに作成いたしました簡易な確認シートを活用するといったことでも、現場の状況に応じた支援でよいという形にさせていただいております。自立相談支援機関の体制につきましても、第3次補正予算におきまして、相談員の加配とか事務職員の雇用等に必要な新しい
新型コロナウイルス感染症セーフティネット強化交付金という予算を組みまして、支援現場の強化を進めておりますので、まあ、こういった形を全国的に徹底していくことによりまして、できるだけ円滑な運用というものを図ってまいりたいと思います。高井孝志君。はい、まあ、大体すべてのことに共通するんですけど、やっぱりそう必ずしもそこまでしなくてもいいぐらいのことだとですね、やっぱり現場は結局現場の判断になっちゃうと、現場によって社協によって厳しくやっちゃうところもあるので、まあ、ここはねぜひやっぱりまあ、この通達がね室長名なんですけども、まあね、聞いたら室長名でも大臣名でも変わりませんよって厚労省はおっしゃるんですが、やっぱりね私は大臣からね、いやこんな細かく言わなくてもいいですけど、いや大きな方針をね、やはりそのもう責任は厚労省が取るんだと、もう 国がねやっぱり 100% お金も出しているわけですし、今回こういう趣旨でこれやってるんだから、再度そこは徹底してくださいということをね、私ぜひ大臣名で出していただきたいと思います。最後大臣、この所管を。田村厚生労働大臣。あんまり大臣名でそういう通知を出すということはまずないわけでありますので、ただこの場をお借りしてですね、やはりしっかりとお困りの方々に対しては、今回はこれ、まあ、非常事態の中で特例的な対応でございますので、ぜひともまあ、現場で対応いただく社協の職員の皆様方もですね、その方々の立場に立ったそういうような貸し付けをよろしくお願いをいたしたいというふうに思います。高井孝志君、はい、最後にお言葉いただきましたので、ぜひそれをやっていただきますよう心からお願いして質問終わります。ありがとうございました。これにて高井孝志君の質疑は終了いたしました。午後1時から再開することとし、この際休憩いたします。